一の鳥居小言神社は、栃木県下津賀郡三部町通り町にある神社。旧社格は豪社。主催神は次の世柱。社殿では、漢字五年に清原武則子孫の補廷が、当地に祖先の舎利神皇を祀ったのが創建とされる。創建当初は、藤森神社と称したとする。干渉三年には、下野三伏初代の三伏種行が小言神社から、 三武市園の小家屋き今尾の心霊を勘定して合祀したという。その際、社殿を建て替えると共に社号を小言大明神に改めたとされる。三武は天正十八年の小田原征伐の際に御法上氏に味方して敗北し、さらに小田原会場の直後に当主の三武義雄が病死したため滅亡した。三武の滅亡以降も小言神社は三武の総氏神。 総鎮守として、崇敬を受けた。また、三武氏の出自とされる三武家は、50年ごとの日光東照宮年期法要への関東下校の際、おごと神社に必ず参拝したと伝わる。慶応3年には、神職の黒川豊かマが当地域神職を集めて、戸鎌隊が結成され、母神戦争での新政府軍の案内役を務めている。明治維新後、 近代社格制度においては校舎に列した。境内の社殿左に、神奈川門、右に拝殿。本殿は、江戸時代の状況を3年の造営で、一軒者、流れ作り。また拝殿、神奈川門も江戸時代の造営で、いずれも入りもや作りである。これら本殿、拝殿、神奈川門は、身部長指定有形文化財に指定されている。 境内入り口に立つ同性鳥居には、江戸時代の安永7年における、三部合省の加藤桜優からの寄進になる。当時の代表的な芋野市である、丸山一族の手によるもので、栃木県指定有形文化財に指定されている。拝殿と社務所間をつなぐ回廊の裏側に鎮座する、境内社社務所の右側に鎮座する、境内社所在地交通アクセス。ありがとうございます。